I woke up in the middle of the night. Ooh, na na na. But you showed me how to believe. Still gets me. When I look back, I can see you're hiding. コーヒーのラ・リベルタード、これ SHB なんて読むんだろうね、グアテマラ産のラ・リベルタードっていう豆を買ってきました。僕もね、そんなに豆に、ちょっと詳しいわけではないんですけども、一応ね、公式サイトの方に説明が載っていて、グアテマラのね、ウェウテ南部地区というところでの最古の農園だそうです。で、そこで、昔ながらの製法で作られてるっていう豆なんですけども、なんでこの豆を選んだかっていうと、純粋に谷中コーヒーさんにいた時にこれが一番人気があるよって形で最初お勧めしていただきました。僕あんまりですね、酸味の強いコーヒーが好きじゃなくて、どっちかというとちょっと深入りというか、グッと濃い、グッと苦いコーヒーの方が好きなんですけども、そういう僕にとってはね、かなり相性のいい豆だなと思っています。最近は基本ペーパードリップにして、だいたい豆のグラム数とか、あと温度とかも同じにして入れて、ほとんど毎日同じような味を作り出せるように努力をしてます。お湯の温度はだいたい92度で設定してあって、これより低いとね、ちょっと酸味が出てくるんですよね。なんかあっさりした味になるというか、もう少し行くと逆に苦すぎちゃうので、92度ぐらいが僕としてはちょうどいいなと思っていて、かつね、豆もあんまり多すぎるとまた濃くなってしまうので、1日何杯も飲むので1回量そんなに多くなくていいので、だいたい 8g ぐらいで作っています。この谷中コーヒーさんってこの豆だけじゃなくこの谷中コーヒーさんってこの豆だけじゃなくていろんな豆の種類があるんですけども、今僕のハマってる豆というのが今回のこれでした。谷中コーヒー自体はいろんなところに店舗があるので、いろんな豆をぜひ試してみて、ぜひコーヒーにハマっていただけたらなと思っています。僕も全然コーヒーに詳しいわけではないんですけども、やっぱりね、ここまでペーパードリップでしっかりした入れ方をしてると、インスタントコーヒーとは全然味が違うのは分かります。本当になので、今まで市販のインスタントコーヒーしか飲んだことないとか、そういう方にはね、ぜひちょっと面倒ではあるんですけども、ペーパードリップしてみていただけたら嬉しいです。ということで、今週のうちカフェはこの谷中コーヒーの、グアテマラ産の豆でした。また定期的にうちカフェコンテンツは更新しますので、ぜひこれからも見てください。今回の動画がね、いいと思ってくれた方は高評価ボタン、あとチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねAnd I wondered how you're always right.